伊勢湾横断ガスパイプラインは、三重県四日市市の東方ガス、四日市工場及び、三重県三重郡川越町のジェラン、川越火力発電所から、伊勢湾の海底をくぐって、愛知県千田市の千田地区 LNG 基地までを結ぶ、天然ガスパイプラインである。伊勢湾に海底トンネルを掘って、その中にガスの導管が収められている。中部電力と、 東方ガスの共同事業として建設された。2019年4月以降は、ジェラと東方ガスが使用している。計画当時、中部電力は、北半島側に、下火力発電所、下第二火力発電所、新名古屋火力発電所の3カ所の天然ガス、火力発電所を有し、下 LNG 基地から天然ガスを供給していた。大きな発電能力を持っていることから多量の、 液化天然ガスを必要とするが、LNG の輸入は長期契約ベースであり、急な需要変動には対応しづらいという問題があった。LNG 口ごとに適正な在庫を維持できるように受け入れと払い出しを管理してきたが、ガスパイプラインを川越地区と地田地区の間で結ぶことにより、両者の一体運用が可能になり、どちらの基地にでも LNG を入荷させられるようになって、 配線の自由度が高まるとともに、火力発電所の燃料供給信頼度の向上に寄与すると考えられた。一方、東方ガスでも同様に、四日市工場と千田地区の間をパイプラインで結ぶことにより、相互の天然ガス払い出しの調整が可能となり、一体的な LNG の在庫管理、調整ができ、柔軟な基地運用と都市ガス供給の安定性向上に寄与するものとされた。 そして、両者が共同で工事を実施することにより、単独で実施する場合に比べて、トンネルの共有など、合理的な建設ができるものとされた。伊勢湾横断ガスパイプラインを構成するトンネルは、伊勢湾の海底部にシールド工法で建設された。千と半島側に建設された、千田建港と川越火力発電所側に建設された、川越建港の両側から掘削して、 伊勢湾中央部で貫通させた愛工区と四日市工場に設けた四日市盾工から発信して川越盾工に到着した通工区に分けて建設された。愛工区を中部電力が通工区を東方ガスが所管して建設した。トンネルの建設にあたってガス道管の施工性や長期的な構造安定性の観点から以下の通りの条件を設定した。 また耐震設計として仮設備とみなす建工は工事期間中の安定を考えてレベル1地震動に耐えるように考慮しシールドトンネル本体は本設備として考慮してレベル1及びレベル2の地震動に耐えるように設計することにした想定地震としては東海、東南海、南海地震の3連動地震としたメンテナンスフリーとするために管設後は トンネル内を中詰め材で充填して埋め戻すことにした。伊勢湾の海底部には、おおむね関心与の南洋層の粘性土層と、砂出土層が25メートルから40メートルにわたって、堆積しており、その下に、高深与の農備層や第一歴層、厚田層が堆積している。また北側には、東海層群が陸から海に向かって、急激に下る形で分布している。 前述の制約条件を満たしつつ極力歴走を屈作することを避けるために、川越側は厚田総上部から南洋総年室土層北側は東海総群から南洋総年室土層の中を屈伸するように、線形が計画された。愛好区は川越立港側から屈伸した6517メートルと、 下立港側から屈伸した6797メートルの合計13314メートルで伊勢湾中央部で地中接合を行った。また通行区は全長3980メートルである。トンネルは愛航区が内径3メートル、外径3.34メートル、通行区が内径2メートル、外径2.259メートルである。 中部電力のガス道管は、川越火力発電所と地帯 l NG 基地間を結んで、愛光区のトンネル内に合計7 0 0、mm、トル、設計圧力7メガパスカルのものが付設され、東方ガスのガス道管は、四日市工場から川越火力発電所経由地帯 l NG 基地までの、通行区、愛光区のトンネル内に、合計6 0 0、mm、トル、設計圧力7メガパスカルのものが付設されることに、 なった。土木工事については、鹿島建設、清水建設の共同企業体が担当し、鹿島建設が8割、清水建設が2割の割合で分担した。また、ガス道管の付設工事は、JFE エンジニアリングが担当した。2006年12月に建設計画が発表され、2008年4月4日に着工された。川越と地下の縦工は、 ガス道管敷設までの仮設構造として計画した。ガス道管の施行条件から内径 11,400mm とし、深さは川越縦坑が 52,000mm、下縦坑が5万 mm である。縦坑の天馬高さは、高潮の影響を受けない、高さを確保し、また深さはトンネルが既存の構造物に影響しない、深さに設置できるように考慮して設計し、 縦弧の底部から5メートル前後のところにトンネルが接続されている。シールドトンネルは内径3000ミリメートル、外径3340ミ、mm、リメートルで計画し、建設に使うセグメントについては、幅1350ミ、mm、リメートル、厚さ170ミ、mm、リメートルの鉄筋コンクリート製のものを採用し、またエレクターで押し込むだけで組み立てられるピン式継手のものを採用した。 一リングあたりのセグメント数は6個である。川越側からは計画が通信650メートル、下側からは計画が通信600メートルとしたことから、昼夜に交代制を採用し、一回の屈伸とセグメント組み立てのサイクルタイムを36分から41分と設定した。泥水式シールド工法により、屈作後は、 ハイデー水を地上にある泥水処理設備まで送ることで、ズリの運搬を行った。結果的に、川越側は平均月芯701メートル、北側は平均月芯644メートルとなり、どちらも計画地を上回った。2009年6月にシールドトンネルに着手し、2010年6月10日に通常の屈伸が完了し、意向一修正の屈伸が行われた。 離角50メートルまで接近した段階で磁気探査により外力の相対位置を確認し離角20メートルまで接近した段階で放射性同位体を利用した探査により高い精度での相対位置確定を行ったしかし当初から相対位置精度が良好で最初から放射性同位体を利用した測定が可能なほどであった離角五十メートル時点では水平に十七ミリメートル 延直に 33mm の誤差で、その後修正屈伸を行い最終的に水平に 9mm、延直 1mm の誤差となった。両側からの屈伸の接合は、たとえ両側で進捗が異なって先着後儀がどちらになったとしても対応できるように、どちらでも受け入れ対応が可能なメカニカルドッキング方式を採用した。先着側のシールドが到達すると、 外道を接合位置まで押し出し、内部のカッターヘッドは引き込む。後木側のシールドは相対位置の修正を行いながら屈伸して、後木シールドが先着シールドの位置にたどり着く。後木シールドの内道を押し出して先着シールド内に入り込んだ後、凍結工法で周辺の地山を凍結させて止水した。後復興などを実施してトンネルを完成させ、 シールドの内部部品を撤去した。2010年9月に地中接合が完了し、10月にアイコークトンネルが完成した。トンネル内の配管施行は伊勢湾中央部から開始して、両側の縦港に向かって順次実施した。両側の縦港の下部において12メートルの管を3本溶接した上で設置場所まで電動トロッコにより運び込み、 設置済みの管に溶接して設置する。東方ガス用の600アンペア配管では1日3サイクル。両立高12メートルで最大216メートル。中部電力用の700アンペア配管では1日。両立高で最大168メートルの配管が施行された。2013年9月20日にすべての建設工事が完了した。建設費は 非公開であるが、LNG タンクや桟橋の増強などの関連事業を含めた中部電力の総投資額は800億円前後であるとされる。2013年9月に中部電力側のガスパイプラインが運用を開始した。東方ガスもほぼ同時期の稼働となった。また、中部電力四日市火力発電所と大阪ガス、シガラインのタガガバナステーションの間を結ぶ中部、電力、 大阪ガス共同の天然ガスパイプラインである三重、滋賀ライン約 60km も2005年以降順次建設が進められ、2014年1月30日に運用を開始した。これにより、中部電力四日市 LNG センターから大阪ガス側への天然ガスの供給ができるようになるとともに、緊急時には大阪ガス側から天然ガスの供給を受けて、 中部電力の火力発電所を動作させることも可能となっている。さらに、同時期に中部ガスが静岡ガスと結ぶガスパイプラインの西浜間線を建設したことにより、中部地区のガス道間網は関東地区、関西地区の双方と結ばれることになった。2019年4月、中部電力側のパイプラインは中部電力と東京電力グループとの合弁会社である。 ジェラに遺憾された。ありがとうございます。